今週のゲストはアーティストの清川あさみさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします清川さんは兵庫県青島生まれジッパーやキューティーなどでモデルとして活躍された後写真に刺繍を施したアート作品を開始美女最終コンプレックスシリーズのほか NHK 連続テレビ小説別品さんのビジュアルディレクションを担当するなど アート作品から広告 CD ジャケット絵本までと幅広いジャンルで活躍されていらっしゃいますここに今年5月に発売された清川さんの作品集清川あさみ最終があるんですが代表作ビジョ最終シリーズに加えて取り下ろしの作品を含む111点が掲載されていますえっとま,まずこの清川さんこれどうやってこの写真がこんなふうなの写真をまずこう <laughs> なんだこ印刷するのまずベースになってるのは何なんですかね、はい、ベースはちょっと特殊なプリントにして縫いやすくはしてるんですけどゃないに紙なの紙なんですよ紙<ー>に直接針を通して刺繍するのがちょっと私の手法なんですけど、うんうん、それをずっと続けてますじゃあまず紙に写真をプリントし,、うん、しでそこに針を通して刺繍していく。 そうです布みたいに本当に実際刺繍していって、うん、でも僕こんなの初めて見たんだけど <laughs> な,なんかきっかけは自分はファッションの学校に行っていたのもあって糸に出会って、うん、あとは自分が少しモデルとして出てる時から写真にあのすごく影響を受けたりいろんな写真を見ていて。 あの写真って結構複製できるものなんですけど実際こうなんだろう一点ものとして成り立つ作品っていうのはなかなかなかったのでちょっとそれを組み合わせたのがたまたまその手法になったって感じなんですよね。ただなんかこの <laughs> 代表作の「美女最終シリーズ」は今年で15年って言うとさ、はい、君15年もさ、はい、写真ブスブス針通してるわけじゃない <laughs> そうやっぱりなんかそこに精神的なさ背景があるんじゃないのなんかそうですね精神分析が好きな人に言われたりしない言われます,言われ,ます言われるよねなんかあるんじゃないかって、うん、言われます、うん、ど,どう思いますかねなんか小さい時のなんかが原点なんですかね、うん、原点は 多分細かい原点はたくさんあると思うんですけど、うん、でもやっぱりこのフラットな写真にこう生き物みたいな糸が通されることによってできるなんか独特の質感がまず面白かったのとあ,<ー>あと何かね写真に刺繍をしてるとこういろんな理由を紡いでるような感覚になるんですよ。ああじゃあなんか自分の子供を作っているみたいな、うん 人差し人差し、うん、ああなるほど<ー>そういうそういう捉え方も確かにできますねなんかでも俺は古いからね文学的だから、ね、<laughs> <laughs> ちょっと文学じゃなないもんなこれ <laughs> 私には全くわからない女性の秘密の世界を覗いてるような気がしてるんですけども <laughs>、はい、あのやっぱり女性がテーマじゃないですか「美女最終」はい、でなな何に惹かれてるんですかねどんな女性に惹かれて。 清川さんは、えーうん、彼女たちを取り上げてんですか、ね、まあでもやっぱり単純に美しいものだけで採集しようっていつも思ってるわけではなくてこう少し影があったり、あのー、少しこうなんだろう個性,、ね、個性がそうなんかやっぱり豊かなものに惹かれてしまうでそういう人たちを、あのー、採集してますね毎回。うんうん でもさ、なんか、今、まあ、いろんな立派な本がいっぱいあって僕、僕見させていただいたんですけど。はい、男には全く反応しないんですか。そうですね。クマケイモとか、被写体になってるけど。<laughs> まあ、なってますけど、ね。なってるけど、愛情がないな、やっぱ男に、<laughs> 男に対してお。お、女にはすごい盛り込んで。るけど。ジェイウェロハスト。 清川さんは淡路島生まれと聞きましたけど僕も淡路島の人何人か知っててみんな突入的だけど何歳ぐらいまでいらっしゃったんですか十八ぐらいまでいましたじゃあもう完全にあれですね育ったのは淡路島島のどこら辺なんですか淡路島ってってもでかいと思う海のそばなそれとも真ん中真ん中ぐらいです田んぼ山の前みたいな感じです <laughs> そうするあれですかそう,そ,うそ,そう島育ちだと、うん、あの本土に行く機会って、うん、例えばまあどうどうしようかな中学生の時って、はい、何回ぐらい月に行くのずっと島の中にいるのああええー、私の場合はと<に>もうほとんど買い物を神戸まで行ってたんので<ー>船で 週末フェリーで買い物しししに行ったたりてま週末は常に神戸神戸とか大阪に行ってましたでもんか楽しくていいね楽しかったねそうなんですよ神戸に育っちゃったらさ船乗んないしフェリー乗んないしそうですね好奇心もねそこまでそこで何かこう旅人みたいな気分がはいそれで神戸のどこに惹かれたんですかね 僕だとカレー,カレーとかさ <laughs> だけど <laughs>、うん、あなたの場合は洋服その時は洋服がもうすごく興味があったので、うん、お洋服を買いにわざわざ行ってましたでも買いに行って簡単に言うけど神戸に洋服買いに行くと高いじゃん高いですそれどうしたの金はバイト バイト島でバイトしてして神戸で買い物して帰るでそのために生きるみたいな何かでもそこには狩りをしてるような能動的なね感じがコレクションししてまたね自分が好きなもののギャルソンだとかビビアンが大好きで常にコレクションしに 行ってました、うん、そのために働いて勉強してとか、うん、もう本当そういう感じちっとも女じゃないじゃない、えー、狩猟民じゃん <laughs> <laughs> 狩人じゃん本当ですね<ー> <laughs> 好きなものに対して本当に頑張ってやっ,ちゃやってしまうのはそうですね採集してますねその時からそれで、えー、上京高校卒業してかな上京して、はい、服飾専門学校ってこれ東京の話 そうです東京の文化服総学院院行ったんですか文化服総学院ちゃんと名門のうちの社員で男性も結構いますけどね文化出てるっていうの文化面白いんです面白かったんです人間も面白いしな面白いしすっごい人多いんですよそれこそ私が大好きな個性があふれた学校でギャルもいればゴスロリもいれば 先生は全員真っ黒だしみんな用心は元と来てるし、うん、で性別もねなんか両方もう別に関係ないいろんな本当性別があったしなんかねすごい多様性の,あのなんだろう文化がいっぱいなんかそこに。うん 生まれているような場所。パリパリニューヨーク行かなくても。文化服装は、はい。は都会だった,とすったす。すごかったですね。<laughs> それで、どう、はい、どうしてモデルなんかになっちゃったの。それは、そ,それは一番最初に。あの上京した日に。まあ、結構淡路島で、結構暗い子供だったんですよ。うん、なんか、何もない。うん、自分には個性も何もなくて。うん、結構ずっと引きこもりのような個性のない。 本当おとなしい子だったんですけどそろそろちゃんと人間らしく生きたいなと思った時に、うん、こう人に求められるっていうことが新鮮だったのかな、うん、なので多分上京した日にすぐスカウトされて、うん、次の日から雑誌に呼ばれてそこでいころんなチャンスをたくさんいただいて、うん、そのまんまモデルになっちゃったっていう感じです、うん。<laughs> ここに、あの清川さんと詩人の最果て大使さんがコラボした書籍。千年後の百人一首があります。あ、これリトルモーから出てんだ。そうです。うん、えー、まあ、あいつらもいい奴らなんだけど <laughs>、はい。これはそれぞれが百人一首をテーマに作品を作ったと,ということなんですけど。はい、これは、あの、ど、どちらは出版社が言って、こう、こういうカップルになったの?。カップルは出版社が、やっぱ提案してくれて。うんうん、で、最果てさんも なんかこうめったに誰か作家と組む方ではないっていう買ったんですけどなんかこうさやてさんも作品のことをすごい気に入ってくださっててやろうっていう話になったらしいでそこできっかけとなって「で百人一ももちょっとちはや降るとか、うん、なんかそういうのでちょっと一瞬結構ブームになっていったのもあって。 そそもそも百人って何だろうみたいな話から始まりよくよく読んでいくとすごく面白くってなんかそれをもし百人衆が現代にあったらどんな形なのかっていうのを2人で突き詰めていった感じです。 例えば歌を1個作ると、はい、作詞作曲でどっちが先かってあるんだけど、はい、この場合はどどちちららがが先でどちらが後で後だったんすか、うん、これはやっぱりもともとあるこう歌人百人の歌人の名作をあの現代版に書き起こすのでどちらかというと2人とも黙々と個人戦でやってきた2人だからこう「用意ドン」ってやって。 あのその, <laughs> あの原点の百人一首の歌のイメージをそれぞれが解釈して、うん、そ,それで合わせ技に一冊の本になってるとそうなんですでもすごくあの、まあ、10個とか5つぐらい終わると一回すするんですよ、うん、出版社の方に、うん、を通して見せ合い1個するんですけど、うんうん、2>, 2人ともすごくイメージが。 合ってて,合って,てあすごいぴったりな組み合わせだったねっていう話でで,でもまあ,あのこの再発さんには悪いんだけど字、はい、書くのはね、はい、あそんな大,大したが時間かかんないと思うんだけど <laughs> <laughs> あなたの方はえらい時間かかったんじゃねえかなって一個一個どののらいかかったのこれ、えー、何よりもこう解釈するのがやっぱめちゃくちゃ大変で。うん あの一,人一つ一つ掛け言葉もあったりとかして時代の背景もそうだし人間関係もそうだしすごく難しかったんですけど、まあ、一番そうですね一日3人ずつやってました大体。うん、で出産後すぐだったんですよこれ、うん、話,が話が来ては作り始めたのが。 このドロドロの世界をどうやって表現しようって毎、まあ、日3人が限界だなっていう感じで進めてました、ね、これまあ、えー、文章だと布や糸ビーズで書いたって書いたんですけど、はい、こ,これもベースにななってるのはまた紙なんですかこれは実際に布に転写していて、うん、でそれにあのオリジナルで糸を作るんですけど。うん 転写したえまず布に写真じゃないけど転写するのね、はい、ある風景をはいはいそれでイメージを転写して、はいうん、オリジナルの糸みたいなものにもまた絵を転写してね、うん、またその転写するイメージも写真だけではなくて少しこう手書きがを合成されてたりあのグラフィックで合成した模様みたいなのも入ってるんですけど。うん それが、まあ、レイヤー化されたように、みえ見えるように。うん、いろんな、こう、まあ、いいとか、薄い生地を。重ねて、また刺繍で縫う,縫うっていう。じゃ、こう、なんか、時間が封じ込まれてる感じが。ね、味なのかな。はい。まあ、あの、十一月二十一日より、京都県仁寺の。 えー、両側院で清川あさみ千年後の百人一首原画展が開催される建仁、はいえー、寺は京都の観光スポットですけどこのの両側院っていうのはどんんなな場所なんですかなんかすごくお庭がめちゃくちゃ綺麗でなんだろうこうやっぱ百人一首の歌,が歌のそのすごく昔の人に思いを馳せれるようなすごい静かな場所で。 全寺一番最高の天全寺なんですよね京都で。で、すごく文化財とかもあって、なんかすごい面白く面白い場所だったので、環境的にもすごくこの百に百枚があの見せられる場所としてはすごく最適だなと思ったのでここにしました。でもまあ僕ちょっとわかんないのは。 まあお寺がすごい綺麗なの分かったけど、はい、どういう形で展示するの襖に貼っちゃうのああそれは、うん、<laughs> それは見てのお楽しみなんですけど。<笑><笑>ね結構たた畳だろうし縁側、まあ、もあるかもしれないけど。はい 何と,とかな外にオープンな場所だし、ね、一応作品だし風もあるだろうし、うん、どんな展示かなと思いましたけどまあそれは見てもお楽しみで、はい <laughs> はい、あと不思議なのはこの「最果て多彦」の詩はどうしたうのこれ詩<は>ないの 味わってもらえるようになってるんですね。そうですね。あのう、原画展ではあるんですけど、うん、少しかすかに音として聞こえるようにしようと思っていて。うん、その朗読を南かほちゃんがやるんです。贅沢だね。贅沢なんです。<laughs> <laughs> だから、こう、つぶや、つぶやきが聞こえながら。あの昔の、その、まあ、現代版百人一首の原画を楽しめるっていう。 目ではお庭を見つつ作品も庭の中に自分でこう空想で浮かべていただき,いただき味わうでもその音,音はさ音声ガイドなのそれともそそのの作品の裏からうなんかうっすらとかすかにか、うん、聞こえるように、まあ、あえて説明的にならないようにしようと思っていて、うん、なんかこう。 隙間を楽しんでいただけるようなな空間にしたいなと思っていて、うん、でちょうどもみじの時期にセットするんですけど,な,どなので紅葉も百人種にたくさん紅葉が出てくるんですけどもみじの句が出きてくるのでその外のも,もみじも楽しんでもらいながらお庭を見てもらいながらそんな空間でちょっといろんなことを妄想しながら見てみたいただきたいなっていう。 <laughs> それでさらに祇園、えー、でも展示されてる場所があるそうですけどどこでやるんですか。はい、あその、えー、両側院から徒歩本当五5分ぐらいのところに、あのー、カフェがあるんですよすごく素敵なカフェがあって「祇園地から」っていうそこのカフェにも何枚か展示して今回はその100枚が初めて見れるっていう。 あじゃあ展覧会になります。両方行かないと百枚揃わない。<laughs> 揃わないです。<laughs> えー、グランマーブルギオン一階と二階にあるカフェシャンパーニュギオンチカラ。はい。え、なかなかあれですね。この構成も非常に凝って、はい。そうなんです。ね、素敵だと思いますけど。なんか旅してもらいたいなと思って、あ<ー>まあ京都にまず来ていただいて、洋殖院にも来るんですけど、京都全体をなんとなく。 あの回ってもらえるようななんか感じになると楽しいなと思って。うん、そ,そういうあれですか？企画構成も清川さんが自分のアイデア出して考えたんですか？そうですね。なんかわと自分がそういうことが好きなので、うん、こう旅をしながらこう五感で感じるっていうことがやっぱすごく好きだし、なんか単純に白いキューブの中に作品が並んでるのも好きなんですけど、なんかこういうちょっと あのいろんな深いものが感じられながらこう交換で見れるっていうのはすごく贅沢な経験だしいいじゃないかなと思って。まあ,あの今日は本当に、えー、楽しい話をどうもありがとうございました。はい、まあもう本当に立派な。 あの、あっちとだと思いました。これからも、私は分からないですけど、<laughs> こういう女性的な、女性的な世界で、どっぷりと頑張ってください。どうも、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん